こんにちはですす今日もねロードモバイルやっていいこうと思いますちょうど動画作ろうと思ったんだけれども、ちょうど攻められたみたいだね。はい、じゃあ見てみましょうか。こういうのもね、面白いんでね、うん、ちょっと見てみましょう。7だって。で、えっ、ー、と、推奨はい、e、いとして、これだね。成功、成功、失敗。これね、あのちょっと今日お話ししようと思ってたのもあの、それらのことなんだけど、まあ、いいタイミングでね、あの お話できるかなと思ってんだよね成功成功失敗でしょこれもでこれ成功成功成功でこれは、えー、と成功成功失敗になってるんだけどもこれねなんでね、えー、とこういうふうに成功成功失敗あの3度目になるかっていうのもちょっとお話しするからねこれもあの心理的なものを私利用してるわけなのでちょっとこれ最初に見てみようかちょっとこれは楽しみなんねでねでえっ、ー、と攻めてきた方 ねえー、とこんな感じで攻めてきましたよということで、私は、えー、と生存者643、兵士数643のうち生存者643、負傷者もいないということで、相手方は、えー、と損失は25万できて5万ということだよね。で、えー、ちょっとこれ細かいところ見てみようか。はい。はい。えー、と、なんだろうね。あ、これは私の方か。 レジェンドファイターとグラディエーターで来て、あ、違う違う違う、グラディエーターで来てるわけだね。だから簡単に落ちると思ったんだろうね。まあ、とりあえず見てみようか。で、あと、えっ、ー、と、いつもこれお話ししてるんだけども、持ってかれるものってないでしょ。それはなぜかっていうと、私は倉庫内の、攻められても倉庫内のもの、あの以内でいつも、あの、 物資を止めてるから別にあの攻められた時にどうしようどうしようっていうふうにはならなくて1日10分くらいしか普段はログインはしてないのでなので取るものもないし別にそれあのんだろう通知っていうかをあのオンにしなくても全然問題はないんだよねまあとりあえず見てみましょうかはいでこれはロード来たよねでかなりのね重課金ではない限りねあの落ちないのよもはや。 でロ,ードロードじゃなくてあのヒーローを出したところで落ちるわけがもうないんだよね。あの以前あのお見せした通りもう罠と城壁,さえ城,あの城壁の防御力さえ上げておけばもう全然落ちることはない。 重課金じゃない限りそれはまた違う動画でね、今から見せようと思ってるあの動画、本来は作ろうと思ってた動画でお見せします。で、これね、なんかうまいエフェクトでね、こういう風に炎とかつくじゃない。だから、相手の方もね、攻め落とせるって勘違いしてしまうんだよね。だからね、5万いったでしょ、で、視聴した兵士って、実際これ、ただの装備だから、装備っていうか罠だから、直しゃいいだけの話なのね。で、作りゃいいだけの話なのね。はい。ということで、 ちょっと次見てみようか、えー、と成功はいこれはどれくらいなんだろうねこれもこれもそうだね同じだよねほらほらねこれもねだから落とせそうで落とせないっていう話になってくるのよこれを見てみましょうはいまた今度ヒーロー変えてきたよねで25万でいけばまあなんとかなるだろうあの城にも火ついてるからっていう考えでやっちゃうと同じことになるんだよね まあどうせもうあのこっちが勝つっていうのはもう分かりきってる話なんでだからそのヒーローがあのいても結局その T4 いたとしても落ちない場合ももはやあるんだよね私の城の場合それぐらいあの城固めを思いっきりあの強くしてるで今ロードもいない状態なのでロードいればもっとブーストが上がる で、これで、えっ、ー、と、はい、また勝ちましたということで、はい、失敗しましたっていうのをちょっと、あっ、しまった。ちょっと終わったあ見ようね。これで多分、えっ、ー、と、落ちるのかな落ちるんだよね。あ落ちた、落ちた、落ちた、ほら。で、わーっていうお話だね。7 はい、ちょっとこれ見てみようか、はい、7、で、こっち1519の損失、で、これね、実はあの先日あの、ちょっとね、改善しないといけないってお話なんだけども、実はなんで、えっと、こっち負けたんだけども、1592しかあの減ってないかっていうと、もうそもそも、あの城壁破られるときっていうのは、もう一瞬で破られてしまうのよ。 ということは罠も役に立たないし、えー、と城壁の防御力もあのその戦闘には役に立たないの。ということはあとは兵士数で戦わないといけないんだけども重火器の場合いくら兵士がいても今の私の状態だとただ兵士をなくすだけなの。で前ちょっとしまったって自分でしまったって言っ8,000起き,きすぎたあの兵士あったでしょうあれが本当にあの自分の中の痛恨のミスだったんだよね。 まさに今言ってるお話ででなんで600とか前回は多分400くらいなのかなでやったかっていうとこれあのあのなんて言うんだろうおとりなんだよね実はわざとその自分にあの兵士がないからあのこれくらいしか兵士を置けないじゃなくてわざと600とか400とかそれっぽい数字を置いてるのそうするとあのなぜかね攻めてくるのよだからその600とかだったらね労働もいないし T4 だけども600しかいないんだったら楽勝だろうってちょっと小銭稼ぎっていうかね戦績稼ぎに行こうっていって負けるのが一般的なんだよねその私はだからさっき最初に言ったようにちょっとここはね心理を利用させてもらってるのよ人のはいでそれ本来ね話そうと思ったのは今回のものじゃなくてまあだからちょっとこれ見てもらうと分かるんだけどこっからねねあの成功成功失敗でしょでちょっとこれ 見てみようかで、これも、えっ、ー、と、150万なんだよね。で、こっちの損失って3817。ちょっとこれも見てみようか。だって負傷者1000、あじゃあ負傷者10 11万だよね。だから、えっ、ー、と、50%の兵力をあの失ってるところだからね、この人はね。はい。ちょっと見てみましょう。これは T3 で来てんだよね。 多分簡単に落ちるだろうと思ってなかなか落ちないよっていうお話だよね。でどん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 つくんだけども、えっと、まずこれは以前もお話した通り T4 ただの T4 で来られてももうここの白は落ちないのよ。だから、えっと、T4 じゃない T3 でいくら来られても落ちるわけがないんだよね。ただ えと例外として重課金の方にはまだ勝てないだから重課金の人が仮に攻めてこられてもいいようなあの罠の張り方を今してんのねあ結構減ったね結構減ったねえそうするとあすごい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 18万もかうんこれで多分か数稼いだんだろうな18万も稼いでしまいましたって感じだよね で同じようにそうするとねだいたい3回攻撃してくるんだよなぜか知らないけどまあこれもだから心理の問題なんだけどそうすると今度ヒーローを連れてくるんだよたい。<laughs> これ見ててもすっごいねうもうかかってくれてるかかってくれてると思ってさ、ね、だからヒーローでいけば、ね、攻撃力とかもあの特殊攻撃とかもできるから知ろ落とせるだろうと思って入ってくるとあれよあれよという間に ただの先ほどじゃない前回の動画でお話したように罠まだ私10分の10いってないからねだからこれが仮に10分の10だったらどうなるかっていうのを考えればもっと分かるよね分かりやすいよねどん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 相手は死ぬし、ね、罠の防御力も高くなっていくるわけだしこっちのはいでまた12万だから結局ここで30万稼いでるってことになるよね、はい、で結局の話 3回目にね大体ね本気出してくるんだよでもこっちのほらねえー、と総損,損失3150でしょねこれってだからいくらでも切り返しほら444ってわ,わざと4444 44ってはわ私はしたんだけどもいくらでもこれってだからたかだかこっちあの失ってるのって3150、えーえー、だからいくらでも取り返して聞くのよでも相手方はもうすでにこの時点でまあこれは806しか損害ないんだけども それでも負傷者出てるし死者も出てるのねこっちあの死者は出てないわけよ負傷者もはいちょっと見てみましょうで T4 で来てこれはまあ多分すぐ落ちると思うんだなヒーローいる T4 の場合だと一応現役はしてるんだねはい とということで、えー、すぐ負けましたみたいな感じなんだけどもここに至るまでには相手方は相当損害を負ってるんだよね。で理想的なのはね、えー、とこれなんだよね。これこれこれ,これどど。どれだどれだこれか。85。ちょうど王国戦でねこれで私何もしてないのにランク3のねあのあの報酬ってもらったからね。<laughs> はい。でちょっとこれこれはねあバッテリーが何故か少なくなってるぞ。 ちょっとそれ前にちょっと見てもらいましょう、これもすごいんだよね、ほらパワー240万くらい、ね、減らしてるんだよね、でこっちの総損失なんて1万4000で、相手方の方が大きいんだよ、でちょっとこれを見てもらいましょう、はいでこれ本当にねあの、特にこの人の戦い方、この人の戦い方っていうか、この時の戦闘の,、ね、あの戦い方って、ものすごく私の中では理想的な戦い方で。 はい、T4 で来てるよねでさっき言ったように T4 だけじゃもう落ちないのよまあ多分これ T3 とかも中には混じってると思うんだけどもまあちょっと携帯のね電池がないっていうことなんでね、えーまあ、そのまんまあの詳細は見ないでやっていこうと思ってるんだけどもどん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 これ減っていくよねで白は微妙にさだからあの削れそうで全然削れないでここの,あの削られた部分っていうのはあの失敗した時の あの回復分の体力なんで一見見た感じだとすぐ落とせそうな感じなんだけども落とせないということだよねで6万だよねはいで次に、えー、と防衛に成功これもちょっと見てみましょうかでそうするとねあのさっきお話したように今度はヒーローを連れてくるのよで舞台も大舞台になってくるのただそれでも落ちないんだよね 重課金ではないからだからこの方あの装備見たらねそんなねあの課金はしてるものの重課金とは言えないなーっていうでこ,これがね結構ねミソでねこういう,うにあに落ちましたとかその罠の損傷し,しましたとか出てくるでしょうそうするとまたいけるんじゃねえのかっていう変な錯覚相手は陥るわけ。 だからそれを利用してわざと兵士も置くのも少なくしてで罠をまたあの再度置き直しみたいな感じでどん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 やってるだけの話であってでこれで攻撃軍、えー、撃退しましたっていうことでここでもう4万くらいまたあの入ってるんだよねで,でそうすると今度3度目の正直みたいな感じで多分えっ、ー、と来るんだよそうするとこれこれがねものすごくねあのいい戦い方だったなと思うんだよね でこっちは、えー、と2万、まあそんな多くはないけども、いい感じでね迎撃もできたっていう形なんだね。で、まあ、ね、見た目がなんかちょっと派手は派手なんだけども、またボン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 死んでくるね、3回目。はい でいい感じになったときに、確かこれこ,こでね迎撃部隊が出てくるはずなんだよな。対して減らせはしないんだけども、まあ、レジェンドドラグーン全滅してはね。<laughs> ああしまった。えっと続行。はい。ちょっとね、この携帯ね、あの電池粒、最近なくなるのよ。で、これ今、充電してはいるんだけど、まあいいや、とりあえずそんなことはいい。そうすると、いい感じでこれ迎撃隊が出てくるので。 ね、なかなかちょっと減り具合は少ないんだけどもその、ね、兵士自体が少ないからだから兵士自体は少ないんで減りは少ないんだけどもこれがまた大部隊になったらばまたいい感じでねあの倒せるんじゃないのかなと思いますっていうよりもこの状態で労働捕獲も目指せるのかなって感じで死傷,死傷した兵士がこっちは300未満で相手は2万なんだよねまあそういう感じで、えー、治ロのね 食中毒物上をうまくどん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 強くしていくと勝手にあの攻めてきて勝手に死んでくれるでなぜか自分のランクもあのランク3ですみたいな感じでなぜかアイテムをもらえてしまうっていう状況にはなるので、はい、真ん中ちょっと見てもらえるかなで気がつけば、ね、170万いってんだよだからいかにそのわざとわざとらしい兵士を置いて城の防御率も,ものすごく高くしてで罠を置くだけで。 もう勝手にボン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 突っ込んできて勝手に死んでくれるわけ。だからこの戦い方ね下手にあの攻めるよりはもうこれから始めるロードモバイルをこれから始める方はあの兵士をその T1 から T4 まで育てていくのが。 あの普通のセオリーなんだけどもそれよりも城壁と罠を初心者を上げてで攻めさせてどん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 戦績を稼ぐ方がいいのかなって感じはしてますはいそれではね本日の動画はこれで終わりにしますおやすみなさい